皆さんこんにちは、キャンの代表理事の持田恭子です。こんにちは、キャンの理事の本間めぐみです。よろしくお願いします。今日は皆さんにお伝えしたいことがあるんですけれども、なんとキャンがですね、今日、12月21日でですね10周年を迎えました。わー、ありがとうございます。すごいよ、10周年すごい。10年経った。本当だよ。そう、今日はね、10周年とともに皆さんにお伝えしたい嬉しいニュースがあるんですよね。そうです、そうです。じゃあぜひ持田さんからどうぞ。令和5年度子ども真ん中アワードの内閣総理大臣表彰応援団部門というのを受賞いたしました。素晴らしい。本当すごい、すごいよ。びっくり、総理大臣賞だから、うん、びっくりしました。本当に私たちもみんなびっくりして、それは何、ね、みたいな感じで10年間の歩みをね、でちゃんと内閣で認められたなんて素晴らしいことだよ。よかったです。本当にね、やっぱり諦めないでずっと続けてきてよかったなっていうのはすごく思うことかなと。ああ、諦めない。そう、あと本当にもう本当にたくさんの人に助けてもらって、ここまで来たから、一人でやってきたわけじゃ全然ないので、本当に今まで関わっていただいた皆様ありがとうございます。もう本当だね、本当皆さんにも本当にありがたいね、伝えたいね。じゃあその10年間の中でね、苦労したことって多分あると思うんだけど、どうだった？最初、一番最初はたった一人との一人の兄弟さんとのやり取りから始まったのが、ようやく30人ぐらいまで大きくなったところでコロナの感染症が広がっちゃって、途端にみんなと会えなくなっちゃった。そこがね、まあ、苦労というより一番ちょっと悲しかったかなっていうところだったかな、今思い出すと。なんかね、あの時は本当に子になっちゃったからね。そう、なんかやっぱり閉塞感、せっかくこう開かれてきたところがこうまた門が閉じちゃったみたいな感じがあって、まあでも今ね、ちょっとだんだんね、また元に戻りつつあるから、またみんなに集まってほしいなと思ってます。そうだったんだね。またそこからまたこうやって戻すっていうね、本当は諦めないって本当すごいね。また一からやり直そうみたいな感じで、じゃあこの10年でもう嬉しかったこともいっぱいあると思うんだけど、どんなことだった？これもね、やっぱりね、まあ、延べ人数なんだけど、まあ、2000人近くの、まあ、ケアラーさんと言われている家族のケアしている人たちとか兄弟さんたちと、あと保護者の方も含めて、そういう人たちと交流することができたことが一番嬉しかったことだなというふうに思ってます。まあ、私最初この団体を立ち上げたのも別にこうサポートしたくて立ち上げたんじゃなくて、みんなに会いたくて、自分と同じ立場の人に会いたくて立ち上げたから、もうそれが叶ったことが一番嬉しいことかなっていう。そうだったんだ。みんなで考えたり、みんなで成長していこうよみたいな、そういう、団体として始まったし、これからもそうありたいなと思ってる。同じ目線でこうね、集える仲間がいるって、それが一番やっぱり支えられるんですね。なんかね、仲間っていうのがね、なんかこうちょっと気恥ずかしいところもあったんだけど、最初はね、仲間っていうね、言葉がね、だけどやっていくうちに仲間ってすごい大事だなっていうのを自分も感じるようになって、なんか一緒に、なんかみんなと一緒にね、何かを知ったり学んだりすることができてるから、みんな同列っていうか、みんな一緒っていう感じがする。じゃあ恭子さんに会えて、すごく助けられてる人もいっぱいいるんだろうね、この10年でね。私、誰かを助けてる気はあんまり本当にしてなくて、どっちかっていうと私が助けられてるかもしれない。あれだね、今後はどんな風にやっていきたいですか？ですね、この10周年を機にですね、私たちなんとこのロゴも変わるんですよね。こんな感じです。
おお、かっこいい。そうなんです、ちょっとかわいい感じに、ね、なったんですけれども、そんなロゴに変わったりとか、あのひなの世界もなんと18日で2周年だったんですよ、うん、あれも良かった、うん、そうそうそう、それの、まあ、第2弾の映像制作を今ね、脚本一生懸命、あの私が脚本書いて、今監督といろんなセリフ回しとかそういうのを、脚本家でもあるという。そうなんです、今回脚本を、脚本デビューもしました。素晴らしい、楽しみ、うん、ちょっとすごいワクワクしているので楽しみにしていてください、うん、楽しみ楽しみ、早く見たい、皆さんにお伝えしたいのは、本当に今のキャンが、ケアラクションネットワーク協会があるのは、本当に今まで応援してくれた皆さんのおかげで、皆さんがいなかったらもうここまで10年やってこれなかったと思っているので、先ほどね話していた内閣総理大臣賞とか、そういう賞をいただけたのも、これはキャンだけがもらったんじゃなくて、キャンを応援してきてくれた皆さんも一緒にもらった賞だというふうに思ってもらえたら、なんか一緒にこうお祝いできたら嬉しいなっていうふうに思っているので、まあ、10年ってこう一区切りなんだけれども、またさらにいろいろなことに挑戦して、ステップアップ、ステージアップしていきたいなと思っているので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。はい、応援皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。